こんにちは、デイリーポータル Z 編集部の古賀です。今日も高級品を食べるコーナーがやってまいりました。このコーナーは日頃そんなに値段をねかけないような食べ物を急にタイ米をはたいて高級品を買って食べてみるというコーナーとなっております。こんな高級品一人で食べてもね、味の感想がなかなか出てこないと思うのよね。というわけでスペシャルゲストをお呼びしております。皆さんご存知、小坂さんです。ライターの小坂まる子です。よろしくお願いします。いつもめちゃくちゃ煽って呼び込んでますけど、小坂さん的には別にいいなって感じです。そうでもないなっていう。今日食べるのは何でしょう、何でしょう、何でしょう。甘いもの、そしてみんな大好きなもの、うん、それはかりんとうでございます。かりんとう好きかい？かりんとうは、うん、自分で買ったこと一回もないです。あります？いや、めちゃめちゃ好きなんで買いますね。コンビニで。お母さんそう好きですよね。かりんとう好き。おばあちゃんが好きそうな。おはぎとかね、かりんとうとか。そうそうそう。好きそう、あんまり。駄菓子派ですもんね。そうそうそう。今日もあの比べるのでね、持ってきておりますのが、セブンイレブンで買ってきた、こちら。これ一袋192円でした、ね。まあまあ、お菓子としてはね、ちょっとまあ、うん、でもこれだけ入ってるからね。130g 入っております。高級かりんとうですが、はい、大阪枚方の方でお店があります。ちょっとまず袋を見てもらって、あ、はい、うん、おーおお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 クラワンか、餅の世界だと思って、はい、クラえこれうまい餅をクラワンか、うん、っていう意味だと思ったら、そうじゃなくて、はい、そう、大阪の枚方の、はい、名家としてクラワンか餅っていうのがあるそうです。でクラワンか餅の世界っていうお店さんらしいんですよね、どうやら。なんかクラワンか餅っていうのはこういう、こう、なるほど、あ、赤服っぽい、こちら、お、のし付きでございます。のし付き。おお。かりんとう？かりんとう、これ一本このような。おお。こんなエクレアみたいなね。エクレアですね。エクレアだよね、もう世界観が。そしてこの一本お値段いくらだと思う？うざい感じですね。100。50円とか400円ございます。いや1本400円しちゃうのなんてかって感じ。一口100円よね。あ、そうですね。黒糖かりんとうで、かりんとうはね、これね、はい、お菓子の皮に凛とするの凛に糖、漢字で書きますので、ね、熟練の職人が伝統技法を駆使して仕上げた全長約10センチからなる特大サイズの極上かりんとうでございます、うん、もうでもさ、かりんとうってかりんとうって全然違くないですか。なんかこう見た目がね、うん、いわゆる、あー、これかりんとうだって感じですよね。あー、かりんとうだって感じですけれども、色も全然違うし、うん、おでもまあ、様相が全然違うもんね。全然違う、うん、一回普通のやつちょっと食べてみましょうか、はい、このさ、うん、セブンイレブンとかのプライベートブランドのお菓子のドストレートに普通の味を出してくる感じすごくないですか。成分 100% じゃないですか、ね、確かに想像通りの味。あ、すごい黒糖の匂い。いい香りですね、うん、なんかこう黒糖がもうこう垂れて垂れて下で固まって、クッキングペーパービリビリビリって剥がしたみたいなね、うんうんうん、後ろがこんな感じ。これなんか置物みたいだね、もう文人みたいな。私玄関とかに飾ってもほんと国宝みたいな。よし、食べてみようか。はい、この黒糖って独特のこのね、いい香りがしますね。うん、うん、結構ゴリゴリしてる。してる。んで、これかりんとうだ。お、うん、見た目よりも全然味かりんとうだね。うん、おー、黒糖めっちゃうまいな、これは。
下のこの深層に分け入る黒糖の味、やっぱ味高級だね。高級ですね、うん、何が違うんだろう。やっぱなんかフランスパンみたいな、なんていうの、中に空洞が、うん、うんうん、中のこのなんか、うん、ね、やっぱパンっぽさというかね、うん、ちょっとほんとパンみたいな、なんか発酵させてないよね。でもね、ちょっと納得がするな、400円って言われてね、なんか、うん、なるほどねっていう、さっき言ったケーキみたいな、うん、1個出来上がってますね、うん、はい、うん、飾ろうしばらく飾りたいですね、うん、食べる前に。あーでも美味しいな、うん、黒糖部分めちゃめちゃ美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、いやでも本当にちょっと何か別の名前をつけた方がいいんじゃないかな、かりんとうではなく黒糖、黒糖、勝手にネーミングをその商品のあるこれ今なんか凛とした字を当ててたんでしたっけ。あ、そうですそうです、なんていうかあの凛、かりんとうの凛に、はい、あの凛、うん、確かにかりんとうだ、これもうあるわ名前